各位佛友，大家晚上好。おゆの皆様、こんばんは。啊，我们现在开始讲今天晚上的课。では、今夜のお話を始めたいと思います、啊。那么今天晚上的这个课里面呢，嗯，给大家介绍一下我们学佛的话啊，应该。 学什么样的佛本日は、仏法を学ぶにあたり、どのような仏法を学ぶべきかをお話ししたいと思います。今日のお題は、真の仏法とは何かというものです。私たちは、有很多的佛教徒 然后呢，还有很多呃对佛教啊、呃，虽然还不算是佛教徒，但是呢对佛教哦感兴趣的，呃有这样子的人很多。但是呢，啊、呃、很多人还不太清楚真实的佛教是什么。今仏教徒の方、あるいは仏教徒でなくても仏教に興味を持つ方は多くいらっしゃいますが、しかし本当の仏教とは何かをよく分かっていらっしゃらない方も多くいます。 嗯，然后呢，我们对佛教，嗯，也有很多很多的误会。そして仏教に対し誤解を持っている方も多くいらっしゃいます。呃，那这样子以后呢，我们、嗯、找到一个真实的佛教，嗯，是不是很容易的？ですから真の仏教を見つけるのはそれほど簡単なことではありません。然后我们现在，嗯，就是缺乏。 这个佛教的这个正规的系统的教育，そして今、え、仏教の正しい体系的な教育が不足しています。呃，所以我们啊就不太了解真实的佛教是什么。ですから、真の仏教とは何かがよく知られていないのです。当然，今天我们在座的人当中，可能也有呃很多。 是学佛已经很长时间，然后呢，啊，也有一定的这个佛教的理论的基础，以及啊修心的精解，呃、啊，这样子的人，啊，可能会有的。もちろん本日ご来場の皆様の中には、長期間仏教に親しみ、ある程度理論あるいはすに修行である程度の境地に立っている方もいらっしゃるかと思います。啊，但是我想可能是多数的人呢。 可能还不太呃清楚呃真实的佛教是什么。しかし、やはり多くの方は真の仏教とは何かということをよく分かっていないのかもしれません。呃呃，佛教的经典啊，就是佛经，嗯，非常非常的庞大，就是一个人啊，就是一辈子，我们把整个佛教的这些书籍要念一遍，都是不可能完成的。

我们很多人都没有办法去辨别，没有这个能力去辨别。そして、仏教徒の行いあるいは仏教のお寺のさまざまな行為、これらもいろんな種類がありまして、どれが真の仏教なものなのかは判断できないのです。然后还有很多我们、嗯、啊，就因为佛教啊，就是只关心。 啊，来时的事情啊，不关心我们的现实的生活，呃、啊，所以就是学了佛，也就只能啊，死了以后就能够往生西方极乐世界呀等等啊，对现世呃、啊、没有太大的这个意义啊，也有这样子的无解。 また、誤解としましては、仏教は来世にしか関心を寄せていない、現世のことはあまり気にかけていない、仏教を学んでも死後極楽浄土に行けるだけであって、現世にとっては何の意味もないというものがあります。 啊，这、就是佛教在逃避，这、就是一种逃避的方式，呃、啊，也有这样子的误解。解然后有些人呢就觉得这个佛教啊很悲观啊，佛教就将轮回啊是痛苦的啊，这样子以后就觉得佛佛教。 特別,特別的悲觀也有悲觀消極有這樣子的想法あるいは、仏教は悲観的なものである。仏教は輪廻の苦しみについて説いており、ですから悲観的、消極的なものだと考える人もいます。しかし、仏教は本当にそうなのでしょうか。今 呃，一些呃内容。呃，今日はこのような、呃、疑問について話をしたいと思います。我想我们今天我们啊、呃、在座的各位的学佛的这、呃、这个境界啊、呃、不一样啊、呃、层次不齐，可能有些人呢可能想听一些比较高深的法。 今日ご来場の皆様は、それぞれの境地、そしてレベルが異なっているため、中にはより高度な法を聞きたいという方もいらっしゃるかもしれません。しかし、やはり大多数の仏教徒のために、基本的なことをお話ししたいと思います。 我想这些基础的啊这些内容呢啊，对我们每一个人来说是非常非常的重要。こうした基本的なことは一人一人にとって大事だと考えているからです。比如说我们建一栋啊三十层、四十层这样子的楼，这样子的建一个这样子的楼的时候呢，首先啊是不是往上建，首先是往下往地下挖。 例えば、30階、40階の高層ビルを建てる際には、私たちはまず地上から、地上を作るのではなく、まず地下に、まず地下に向かって穴を掘るのです。深く掘れば掘るほど、その上の建物もより高いものを作ることができます。学基

非常高深的法啊，非常佛教的非常高深的法，这法是很高深的。但是因为我们的根基、我们的基础啊不扎实、不牢靠，所以我们的人、我们人跟这个佛教啊那个时候很高深的佛教是不相因的。诶、呃，佛教の方には。 高度なもの、奥深いものがありますが、私たちの基本ができていないと、そのような高度な方には適していない状態になってしまいます。不相違、实际上就是说不、不适合、啊这样子的意思適していない、つまり、それ相応のレベルに来ていないということです。不适合了以い方は、私たちの基本が適していない方は、

ですから、まず、仏教の基本的なものを学び、そして、この基本的なことをしっかりと行うのです。じゃあ、これ基本と行う以降、私たちは最後、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 しっ最り最後、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 で後、最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  是一个非常非常高端的、高级别的、高层次的法。最高な法とはどういうものなのか。例えば日本の仏教ならば禅宗というのがあります。これは非常に高度なものです。然后，比如说日本佛教里面的密宗啊，也是很高的法。また同じく日本の仏教の密教も非常に高度な法です。然后，金土种啊，金土种。

阿弥陀仏に対する揺るぎない信心がなければなりません。アミダプスと念仏を唱えれば、極楽浄土に往生できるということを信じて疑わないような状態でいなければなりません。アミと念仏を唱えれば、極楽上道に往生できるということを信じて疑わない状態でいなければなりません。アミダプスと念仏を唱に往生できると信じて疑わない状態でいなければなりません。 そしてこのような極楽世界の存在を固く信じていなければなりませんではこのような信心はどこから来るのでしょうか信心を得ることも簡単ではありませんおまん相信アミトフォーの力量、然后呢相信 西方极乐世界的存在，相信啊念佛就能够往生西方极乐世界的这种信心，都是需要需要这个学习的。え、啊、阿弥陀仏の存在を信じる、極楽浄土の存在を信じる、念仏すれば往生できると信じる、え、啊、これらのこれらの信心を作り上げるには学ぶことが必要なのです。如果我们什么都不学，就是。 啊，人云亦云这样子的去相信的话，那就是成为最后就是成为迷信。もしも何も学ばずに、ただ人の言うことを信じているだけならば、それは最終的には迷信になってしまいます。那么这种信心啊，就是我们就受到一点点的的这个啊影响，外来的影响的时候，干扰的时候。 就有可能从本从根本上就会动摇啊！这个信心是不可考的。え、そのような頼りのない信心では、外から少しでも影響を受けると根本的に揺らいでしまいます。<laughs> 所以啊，就是最简单最简单的法，就是净土法，但是需要学习。不学习，我们没有办法相信啊西方极乐世界。 ですから、最も簡単な法である浄土宗の法でも学ぶことが必要であり、学ばなければ極楽世界を信じることができません。え、uh, 所以、啊、uh,、我们就非常非常的需要学ですから、学ぶことがとても大事なのです。学習了以後呢、我们就是最后我们知道真实的佛教或者是佛教的核心的东西是什么、我们自己会。 学ぶことを通して私たちは真の仏教とは何か仏教の核心とは何かを知るようになります今日はそのような仏教の核心について5つのトピックからお話をしたいと思います。 首先我们前日種まず1点目ですが、数日前のお話にもありましたが、仏教は3種類に分けることができます。第一個仏教は、その最初の1つ目が、人天仏教。人に天と書いて、人天仏教と言います。 呃，uh, 那么人天佛教它的、嗯、这个意思是什么？我们学了人天佛教以后，我们可以啊下意识可以投身到人间啊，或者是可以投身到天人当中。人天仏教の意味は何なのかと言いますと、これを学べば、陸道でのいわゆる人間そして天人天人になることができます。 然后我们可以下意识继续可以相守啊，人和天人的福报，人间的福报和天人的福报不会多，恶鬼不会多，这个呃、啊、地狱。そして来世には引き続き人間と天人の良き報垢を享受,享受することができまして、楽道や地獄道に陥ることはありません。 呃、uh, 嗯，然后这个人天佛教啊，uh, 它的要求呃、uh, 不是很高。忍天佛教に必要な条件もそれほど厳しいものではありません。非常适合很多很多的人可以去可以去修。大多数の皆様がこれを修養することに適していると思います。然后第二个第二种佛教叫做小乘佛教。 そして2つ目が、象徴仏教です。然后这个小徴仏教は、他、我们如果学校の象徴仏教は、就我们可以从这个轮回、啊从轮回当中、可以解脱。象徴仏教を学べば、私,私たちは、輪廻から解脱することができます。也就是说可以解决我们自己的生老病死的这个問題。 つまり自分一人の生きる、死ぬ、老いる、病などの問題を解決することができるのです。然后这个啊小常仏教に必要な条件もそれほど厳しいものではありません。比較的簡単なものだと思います。然后第三个佛教、就叫做大成仏教。

以后呢，每一个人啊，不仅仅是啊能够这个从轮回当中解脱，而且可以成佛。大乗仏教を学べば、単に輪廻から解脱を得ることができるだけではなく、仏教の境地,に境地に至ることができるのです。啊，这个就是所有的佛教里面啊，是最高层的佛教。 これはすべての仏教において最も高度な仏教です。要求へと比较高。条件もその分厳しくなります。今日はこの3つの仏教の内容についてそれぞれお話をしたいと思います。然後同時にお話をしたいと思います。

そして忍天仏教の核心でもあります。では、次のトピックは、少女仏教の核心についてです。4つ目のトピックは、大乗仏教の核心についてです。では、5つ目のトピックは、大乗仏教の核心についてです。 核心そして5つ目は、少女、大女優が共に必要とする確信です。このような5つのトピックについてお話をします。首先、嗯啊我们嗯给大家介绍第1個,这个就是人、人天佛教的2個の内容 ではまず最初に人天仏教の二つの核心についてお話をします。好，首先第一个啊，人天佛教的它的最基本的这个要求，或者是它的一个核心的这个部分是，是相信人有前世啊、精神啊、来世啊，也就是轮回啊，坚定不移的相信轮回。 まず人間仏教の一つの前提とでも言うべきもの、これはつまり人間には前世、そして現世、来世がある、つまり輪廻があるということを固く信じることです。人有这个前世今生来世、这个輪桂、这个观点な、就是人天佛教的观点、他的前世的一部分。 この人に前世、現世、来世、つまり輪廻があるというものは、人間仏教の観点であり、権限でもあります。あ然后这个除了人間仏教以外の少女、大乗仏教にとっても、輪廻という前提が必要です。 しかし今多くの方は人間には前世や来世があるとは信じていません仏教徒の中でさえも半信半疑の方がいらっしゃいます然後比较相信稼働相信で人 呃，也不一定，这个知道他的真正的呃、啊、这个证据。また信じている方であっても、その証拠がどこにあるのかは分かっていないのかもしれません。啊、如果我们要学佛的话，首先第一个就是我们 <coughs> 要相信啊轮回。 私たちが仏教を学ぼうとするのならば、まず最初に輪廻を信じなければなりません。輪廻を信じるには、まずその根拠を学ばなくてはなりません。 呃，我们今天啊、呃，就是一个这么一个短短的一一,一个半小时这样子的这个时间当中，啊、呃，就讲这么五个方面的这个内容，这样子的话呢，那每一个都只能大概的介绍一下啊、呃、而已啊、呃，不能没有办法详细的讲。 今日は時間が1時間半と限られているので今日、しかも5つのトピックについてお話をするので、全てについては大まかに話すことしかできません。しかし、今後さらに勉強をすれば良いのです。首先 <coughs> 我们如果 人有前世和来世这个观点啊，如果不坚固啊，这样子的话不坚定啊，这样子的话，那么我们的基础都是非常松动的。まず、人間には前世と来世があるということを堅く信じていなければ、私たちの基本は非常に危ういものになってしまいます。 如果啊，我们不太相信啊，这个轮回，在这个基础上学佛的话，那么我们的所有的这个学佛都会变成，最后都变成，就是为了这一生。もし輪にあまり信じていない状態で仏教を学めば、その学びはすべてが単に現世のためというものになってしまいます。那这样子以后呢，我们的这个学佛。 不能帮我们解决长远的问题。そうなると仏教学長長的問題呃，所以我们啊，佛教的一个特别特别的这个跟其他的都不一样的一个观点呢，就是这个轮回的啊、呃、这种观点。 仏教が他のものと大きく異なるこの一つの観点がこの輪廻というものです。他の宗教も人間の来世について語っているものがあります。あ、但是人あ、就比如说死了以后再变成人啊、有可能再变成動物啊、等等、那么这个就是。 全面教しかし人間が死んで再び人間に生まれ変わるあるいは動物に生まれ変わるなどと非常に全面的に論じているのは仏教しかありませんでは前世や来世があるとどのようにすれば信じる,信じることができるのでしょうか 皆様はいかがお考えでしょうか学,习学,习学びという声がありました还有呢他に何か信じるという言葉がありました还有呢 他にありませんかどれも素晴らしいお答えだと思います。しかし、学ぶというのは何を学ぶのでしょうかそして、なぜ信じるのでしょうか 啊，这个问题我们一定要问我们自己。自けけ好，我们那、啊、这个有很多很多的证据或者是理由，那么其中、啊、给大家介绍一个最最最容易理解的一个原因。これについてはさまざまな証拠や根拠がありますが、今日は最もわかりやすいものをご紹介します。 首先啊，第一个我们要知道啊，人这个有来世，还有就是人有前世，这个观点是没有任何东西可以否定的啊。首先要知道这个。えまず把握して把握していなければならないのは、え人間にえ前生と来生があるということを否定できるものは何もないということです。ああ。 科学它从来都没有真正的告诉过任何人，人没有前世和后世。科学が本当の意味で前世と来世がないということを証明したことは一度もありません。然后哲学里面呢有很多很多各种各样的说法，但是到今天为止，没有一个完全可以说服所有人的。

そしてあの必ず信じてくださいというふうには要求もしません。但是啊，如果我们说啊，就是因为我没有看到啊，所以不存在。如果这样去否定的话，那么这个啊理由是完全是没有任何的啊这个没有任何的这个说服力的。 しかしながら、目に見えないからと言って、それを信じないというのであれば、それはあの説得力あの,のないものになります。まずそれを知らなければいけません。では、2番目に、どうやってその存在を証明するのか。有一个 在现实生活当中出现的一个活生生的这样子的这个呃证据。現実社会にはそういう例那么这个是什么呢？就是一个小孩儿刚刚会说话的时候，比如说像一岁多一点点、两岁这样子的时候，刚刚会说话的时候，然后他就回忆啊、呃、他的。 上一世的父亲、母亲，然后他的上一世的很多很多的生活的世界。それは何かって言いますと、一歳や二歳、喋り始めたばっかりの子供たちが自分の前世のこと、自分の前世のお父さんやお母さんのことを覚えてるそのような事例があるからです。然后这一个、啊、不仅仅是这个小孩他回忆，他说回忆、啊、实际上就是。 しかもこれは子どもの部分の証言だけではなく実際的あの、科学者たちが実際そういう場所に行って運んで、実際に実証、そういう場所があって、そういう人たちがいたということを実証できているのです。 然后，这个啊，是在释迦牟尼佛啊注释的时候啊，那个时候就是将近三千年的时候，就出现过这种事情。そしてこれは世があの在世してる年前にもこういうようなことがあったのです。然后就是这么几千年啊，人类历史上一直都不断的出现过、发生过。 そしてそのから何千年の間も繰り返しあのそういう事例が発見されています。そして多くの仏教の構想たちは、それをあの一つの人間の存在としての,あの証拠にしています。じゃ最近、 啊，美国的科学家啊，在这个上面就是花了半个世纪啊，花了五十多年的时间，就做了很多很多的调查。そして最近ではアメリカの大学で、あの半世紀をかけてそのような事例について科学的な検証を行ってきました。然后这个做这个调查的就是美国维吉尼亚大学的教授啊，史蒂文森先生啊，他是。 主要的任务。それはアメリカのバージニア大学のイヴァン・ステイブンソン教授です。がなされてきたあの研究です。然后、啊、他的这个调查啊，就是时间，就是长达五十年的时间。そして彼の調査は50年という長い時間に及びました。然后这个他调查的范围啊，调查的范围，全世界的这个。 各大洲除了南极，除了南极洲以外，其余的各大洲啊都调查过。そしてその調査の範囲は南極を除きほとんど大陸で行われました。因为南极、啊、就是没有人住啊，所以就是没有发生这个回忆前世的小孩 なぜ南極を省くかと言いますと南極には人が住んでないのであのその子供たちを調べることはできなかったからです。地域と全世界と任何一个地方、各大陸都化していた小春。南極を除く他の大陸ではこのような事例は多く発見されました。スティーヴンソン先生は2027年に発見されまし 去世了。そしてこのスティーブン教授は2007年に亡くなられました。但是他的团队，他的团队都是科学家啊，他们到现在还在继续调查。し,しかし、ながら、彼の調査チームは今、いまだにその調査を続けています。然后他们的收力啊，现在就是来自于全世界各个地方的有两千五百个。 这样子的实例啊，小孩会以前世的这个个案。そしてあのこの調査チームの手の中には例を及ぶ全世界の子供たちからのその前世の記憶のような事例があります。然后两千五百个当中啊，史蒂文森他自己还没有死的时候，就其中最最最有啊最有这个说服力的二十个。 呃，uh, 这个小何的这个实力啊，uh, 那么他就写了一本书。そして、あのスティーブン教授はこの2500件の事例から最も説得力のある事例20例をについてあの著書を出されています。这本书大家知道吗？看过没有？ あの皆さん、この本についてご存知ですか、えっとえー、日本語訳はちょっとされてないんですけど、英語タイトルがあの20 Cases Suggestible Reconciliation というあの英語のタイトルがあるんですけど、日本語訳はちょっとされてないので、英語で読まれた方いらっしゃいますか ?10 分で読む。10分で読む。な、看過して英文で読有。然后中文的也有 あの見たことある方、えっと、日本の他の著書というのは、前世を記憶する子どもたちというあのタイトルがありまあと、会場に2名ぐらいの方いらっしゃいますね。 あ <laughs> はい、2名の方しかこの本をあの読まれてないみたいですねこのスティーブンさんは本当に可哀想な方ですね。 花了五十年的时间，就全世界各个地方跑，最后就只有我们这么多人当中，只有两个人看过。あの50年の時間もかけて全世界かけまった結果、会場の皆さん二人しかこの本を読まれてないなんて可哀想すぎます。<笑><笑>啊,啊，然后啊，他另外就写了一个非常厚的一本书啊，那这个。 そして、あの、後世、あの、後半の、ま、亡くなられる前に、えっと、新たに著書を書かれたんですが、それが、えっと、日本です、日本のタイトルですと、人類、輪廻と生物学。えっと、英語タイトルだと、We Can't Nation o Biology っていうあのタイトルなんですけれども、こちらもちょっと、あの、調べたんですが、日本語訳はちょっと出てなかった。

这些他们都，比如说像史蒂文森啊，还有就是他的团队，他们都不是佛教徒，都不是佛教徒。えっスティーブン教授も教授もその研究チームも皆さん仏教徒ではありません。他们都是科学家。皆さん、科学者です。博士、博士学问他他的学历就是博士生。 あの皆さんドクターを取られた方ばっかりです。他,们都不是一个他の信仰を持っているかどうかは分からないんですが、少なくとも仏教徒ではないのは確かです。あ 的这个团队最后呢，啊，我也就跟这个他们的其中的他们史蒂文森先生我没有见过，然后他的团队，呃、啊，我有接触，我们交流过两次。そして私はあのスティーブンソン教授ともそうですが、あのその後のえっと研究チームともあの交流を持ちました二回ほど。 然后我问他们啊，你们就花了五十、五五十多年的时间的这个研究啊，最后你们越来越怀疑你们的这个研究的结果，还是越来越相信啊你们的这个研究结果？ そして私は聞きました。あの、研究チームの方々に聞きました。50年もかけてこのような研究をされてきたのですが、あなた方は50年かけて研究したこの結果について、もっと今は疑う立場でいますかそれとも信じる立場でいますか ?2015 年と2016年にそれぞれ交流を持ちました。 そして、あの、研究チームの方々は、私たちはもっともっと、この、その、陰がある、の存在を信じるようになりました、と答えてくれました。そして、我々は、人が死んだ後も何か、 存在し続けるものがあると信じるようになりました。いわたま科学者、たぶうえしょ、おもんでえんちょ、いじん、じゅんみんろ、うんほい、どさんは科学者ですから、わたしたちは証明しましたとは言いませんが。たしにまたじゃし人死了以後、还有一个とんし存在是什么东西呢 では皆さん考えてみてください。人が死んだ後に、もうなお存在し続ける何か、それは何でしょうかそれは人は生き続ける、人の命は生き続けるということ、それ以外の他にも何にもないです。他们在这个方面、研究了很多也、研究了、 除了这个史蒂文森他自己的书以外，还有他的团队也出了好几本书。そしてこの研究チームはこのことについて多くの長い時間かけて研究してきたんですが、ティンソン教授もそうですが、そのチームも多くの著書を出されています。这些都是有英文版的书啊！我希望我们佛教徒啊，或者是现在还不是佛教徒。 想了解的人去看一看这些书。これらの著書は全部英語のものがあるので、あの仏教徒の方でも仏教徒の方じゃない方も皆さんあの読んでみてください。然后，所以呢，我们的佛教这样的这个轮回是符合科学的。なので私たち仏教がいてい,る理念という概念は科学に適しています。 科学可以研究的，可以试验的；，それは研究できるもので実験できるものです。然后科学可以证明的；，そして科学は証明できます。根本就不是一个呃单纯的一种信仰；，それは単なる信仰ではありません。它就是一个事实；，それは事実です。是人的生命的一个自然的规律。

例えば物理学では物質は滅しない滅することはないというふうに言いますが私たちの目の前のこのガラスのコップの中に入っている水もあのこのガラスのコップも分子や原子によ,あのによって構成されています。然后这一杯水啊倒 倒下了以后，这一个玻璃杯啊破碎了以后啊，那么我们认为，我们普通人认为，这水就没有了啊，然后这个玻璃杯也就不存在了。私たちはこのコップの中に水を捨てた後は、このコップの水はもう存在しない。そしてこのコップも存在しないというふうに思います。但是这个水的物质、啊、还存在。 しかしながら、この水の物質は存在し続けますし、このガラスの構成する物質も存在し続けるのです。的この一杯のコップの水を構成する分子とあの原子は、滅することはないのです。滅蜜は何です 是他的这种心事啊不存在了，但是他的本质啊不会毁灭。するのはその形式、その現象だけです。その本質はしないです。今天我们看到的这一杯水，或者是这个玻璃杯的分子和原子，有可能被这个玻璃杯砸碎了以后，有可能三年以后啊，五年以后。 そしてこの一杯の水、たとえガラスがあのバラバラに砕けたとしてもこの原、これを構成する原子や分子は3年後、5年後、もしかしたらあの花として生まれ変わって我々の目の前に現れるのかもしれません。他们 啊，一一朵花的这个形式出现在我们的眼前的时候，我们不知道啊，这个花这一朵花是五年前的啊，这个玻璃杯啊，变成了一朵花。そして花として生まれわ、私たちの目の前に生まれ変わったこの花は、私たちは思い出せないでしょう。五年前にあ,あのバラバラに砕けたガラスのコップだったということ。 我们虽然不知道啊，但是呢，啊，我们认为这个水和玻璃没有了啊，但是它不是没有，它的形是不一样，它以后就是以一朵花的形式出现，但是它的本质没有变。我们是这个，现在面前的花，五年前的花，我知形式物这个叫做物质不灭。 これを物質は滅しないということを言います。然后物质不灭，同样的，我们的生命也是，生命不灭，生命也不会灭的。それと同じように我命滅五年前啊，我们的一个宠物啊，一个小狗狗、小猫猫死了以后，五年后有可能啊，今天它就是。 例えば5年前に私たちがかわいがってたペットかわいい犬やかわいい猫がもしかしたら今は私たちの家族の一員と生まれ変わっているのかもしれません也就是说つまり私たちの子ども息子や娘になっている可能性があるのです。 但是我们根本就不知道今天的这个啊，我们的儿女是五年前的小狗狗、小毛毛变来的。しかしながら、私たちは知らない。私たちの今いる目の前にいる子供たちが、あのペットの生まれ変わりだっていうこと我们不知道这个，不能说明任何问题，这个不代表任何事情。私たちが知らないっていうのは、何の説明にもなりません。 就像这朵花，也有可能啊，几年前在我们的身边的某一个东西，今天就变成了这朵花。この花だってもしかしたら何年前は私たちのそばにある何かからなあの今変化してこの花になったのかもしれません。这个是非常有可能的。これはとても可能性のあることです。 但是我们不知道啊，今天根本不知道这这朵花是什么东西变来的。しかし、ながら私たち私たちはこの花は何から生まれ変わってきたのかは分かりません。然后这朵花啊，然后有啊，消失了以后，然后我们认为啊，这朵花已经不存不存在。そしてこの花が消えた後は、私たちはこの花はもはや存在しないと思います。 但是它没有不存在，它的原子、它的分子都存在的。しかしながらその花の分子や原子というのは存在しています。存在し続けます。有可能它两年以后以呃一种桌子的形式啊，一种桌子或者椅子的形式，一个沙发啊、呃、这样子的形式出现在我们的眼前，有可能是这样子。 もしかしたらこの花の分子や原子が2年後には私たちにとって椅子やソファー、机などの形になって生まれ変わってくるのかもしれません。これらは科学で証明された認可された事実です。私たちは知らないだけです。なので知らないだけでは あの、どういう、あの、こういうことについて説明はつかないのです。なので、人には前世も来世も存在するということは科学的にはあの説明できるのです。 呃，希望大家进一步去了解这个，对我们啊、呃，一个学佛的人，或者是不学佛的人，也是啊、呃，我们对死死亡的这种恐惧，我们对死亡的这种呃无奈啊、呃，这些都可以解决的。如果我们知道了这个道理，都可以解决啊、呃。我，所以我们学佛的人来说，或者是不学佛的人，都很重要。 なので皆さんどうかこの,このことについてもう一歩進んでよく考えてみてくださいそしてもっと理解するようにしてくださいこれは仏教徒でとっても仏教徒でない方にとっても重要なことですこのことをよく知れば死亡への恐怖をについて解消することができます然後2 0二十年前に調査したいので何か回忆前世の小孩 そして20年ぐらい前ですが、私自身もこのように前世を記憶する子どもたちについてあの調査したことがあります。根本これは偶然な出来事ではありませんでした。因为全世界的这个小孩、無論是在什么样的地方、在城市里面的、或者是在最最最,最偏远的地方。 啊，这个发生的，他们的这个方法，他们会议前世的这种规律，就是一模一样的。なぜなら、全世界、全世界の子供たち、それは都市に住んでいて,ても、皮な土地に住んでいる子供たちでさえも、前世を思い出す方法、そのような形、形は全部一致していました。所以这个会议前世啊，这个当中呢。 前世を思い出すときにあのそういう規律っていうものがありました。それは自然なあのリズムというかあの自然な法則にのっとったものでした。根本就不是見つけ根本就不是人捏造出来的 それは人為的なものではありませんでした。人が何かこう力を加えようとしてそういう風うな結果になったものではありませんでした。あ、れは第一个、啊，我们要坚定不移的相信、啊、人的这个前世、后世、来世、は这是非常重要的一

然后其他的啊，英文啊有，中文也有一部分啊，希望你们呃、啊、高度重视，呃，这些都是科学的这个呃、啊、研究的结果。えっと皆さんどうぞそのあ他に英語もありますし中国語訳もありますので皆さんどうぞあの読んでみてくださいこれらはすべて科学の研究結果です。但是在西方。 しかしながら、この観点というのは、今、あの、アメリカの科学者の中では主流ではありません。あの、まあ、主な科学者たちはまだこの結果について受け入れることはできません。まだ、まだ時間がかかるでしょう。 因为这是一个真实发生的事情，总有一天是任何人挡不住的，只能去面对，只能去接受。なぜならこれは事実です。なので、のいつかその時間になった時に皆さんのこの事実を受け入れる、れる時が来ると思います。好，第二个我们今天要讲的第二个就是因果，就是善有善报，恶有恶报。

其实这也是一个自然的规律。しかし、ながら、これも自然の法則にのっとっています。善有善宝恶有恶宝不是释迦牟尼佛创造的。因果応報のこの法則というのは、世尊が作ったものではありません。比如说啊，像这个世界，其他宗教认为这个世界是上帝创造的啊，那么。 佛教的这个因果，善有善报，恶有恶报，是不是也是释迦牟尼佛创造的呢？不是、啊，佛教认为这个不是释迦牟尼佛创造的。例えばこの世界は神によって作られたというふうに信じる宗教もありますが、あのでは仏教ではこの因果応報というのは世尊によって作られたものというふうに思うかもしれませんが、そうではありません。释迦牟尼佛只是发现这个规律而已。 ブッダはただこの法則を発見したのです。そないのです。所以、ャ迦牟尼佛、他不是0造者、而是发现者。よって、セソンはこの法則を作ったのではなく、この法則を発見したのです。の迦牟尼佛、則の法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 則 世尊がまだあのこの世に来なかった5000年前も8000年前もこの法則っていうのはありました。え、很多の佛教、佛经、裡面の有一句话多くの仏典の中にこういう言葉があります。の仏のこの句は何を言うか。入赖出世或不出世。发心倡注。これを解釈一下。 如来是什么呢、死者者モニフォー。啊如来、初世是什么呢、死者モニフォーと初すみませんあの、ちょっと下になっているんですけど、まず一番目の下についてちょっとお話しします。えっと、如,如来、出世。如来というのはあの、まあ、世尊ですが、如来、出世。如来がこの世出て、まあ、この世に生まれてということですが。如来出世 火不出世？就是说，释迦牟尼佛啊，出现也好，啊，不出现也好，法性常住。法性是什么呢？自然的规律啊，这个自然的规律是常住，就是一直都存在的这个意思。仏があのこの世にいらしてもいらっしゃらなくても法っていうのは存在し続けますっていう言葉の意味です。 法性常住，法心，法心是什么意思啊？佛经里面讲的法心就是万事万物的规律啊，万事万物的本性本质啊，这个意思。法性常住就是它永远都是存在的，这个善恶因果的规律，它永远都是存在的。 そして、保守、常住、保守は常に住んでいるというふうに書きますが、ここでいう保守というのは万物、自然の法則であって、つまり、プッタがこの世に誕生しても誕生しなくても、これらの法則は常に存在するという意味です。えー、<laughs> 所以、あ、这个自然の規律は永遠都市存在的 然后我们啊、呃、看不见，比如说我们今天啊、呃、杀生，杀了一条生命，杀了一条生命啊、呃，我们杀了一条生命，我们比如说我们吃了一条鱼啊、呃，吃完了天饱肚子啊、呃，然后呢，我们其他的我们没有发现什么，什么叫做罪过，什么叫做因果，我们都没有发现。 しかし、これは目に見えないものです。例えば、今日私たちが摂取をしたとします。例えば、お魚を食べたとします。お魚を食べてお腹いっぱいになりました。しかし、そこにどのような罪があり、どのような因果があったのか、私たちには見えないものです。しかし、私たちに見え,な見えなかったからといって、そうしたものがないというわけではありません。 比如说，我们今天的这个课讲完了以后啊，讲完以后，所有人从这个啊这个房间走出去了以后的三个小时以后，三个小时以后，如果有一个人进来看一下啊，他什么都不知道。三个小时之前这个地方来过什么样的人，他知道吗？他根本就不知道。 例えば今日の講義が終わり皆様がこの部屋から出てお家に帰って3時間後に誰かがまたこの部屋に入ってきたとします3時間後に入ってきたこの方はこの部屋を見回しても3時間前に何があったのかがわからないでしょうしかしもし入ってきたのが犬であれば ここにどんな人が来たのかが分かります。狗 <laughs> ですから、この点から言えば、人間は犬よりも劣るのです。ですから、私たちが見えていないからといって、そうしたことがないわけではありません。 以后进来以后呢，不但是知道我们这么几百个人，他把每一个人的气味啊都辨别的出来，然后呢，他可以追到这个人去什么地方，他一一定会可以到我们每一个人的家里。そして、三時間後に犬が入ってきたとして、これは数百人の匂いを全て嗅ぎ分け、そして一人一人がどこにいたのか、その自宅まで成査することができるでしょう。 这意思是什么呢？就是我们人来到这个地方，走了以后，我们看见啊，除了这个地摊上也许有这个胶印啊，也许这个也看不见。除了这个以外，我们什么都看。我们再观察，再看，我们看不到什么。我们一定会说，这里没有我们每一个人呢，呃，来了走了，但是我们没有留下任何的东西。我们一定会，人一定会这样讲。 これはどういうことかと言いますと、人間がここに来れば、もしかしたら絨毯に足跡を残すかもしれませんが、それもあまり見えないものです。これが見えなくなると、人間はこのように言います。来た、見た、何もせずに立ち去った。来 啊，就留下了一个什么东西在这儿啊，他就会发现的。しかし犬が入ってくれば、ここに数百人が来たということだけではなく、すべての人が何かを残していたということをに気が、ということに気がつくでしょう。如果这个时候人与狗啊对话这样子的话，那么人一定会说：“这里啊，这些人都走了，没有留下任何东西。”他一定会这么讲。 もし人間がこのような犬と対話をするならば人間はこの部屋には何も残っていないと言うでしょう。しかし犬は、いや違う。誰もが何かを残していったんだと言うでしょう。然後人一定会说你一条狗你懂什么呀什么都没有留啊我明明看到、这里什么都没有。 しかし人間は犬のくせに何を言ってるんだここには何もないということが目に見えてるじゃないか。<laughs> しかしもしこのような議論がなされれば人間は負け、犬は勝つでしょう。所以、私は一条鱼吃了我们没有は到任何东西但是这个不代表は有留下了什么痕か。 ですから私たちが魚を殺し食べたとして目に見える結果は何も残っていませんがしかしだからといって痕跡がないわけではないのです个个仏教では因果について5つの法則を語っています。 然后这个五个规律当中呢，其他的我们不讲，就讲两个啊，给大家介绍一下。我们可以看看啊，外面的啊，任何一个，比如说植物这类花啊，我们可以吃的粮食、蔬菜，还有就是不可以吃的各种各样的这些植物啊，任何一个东西，就是有因有果的。 啊，这样子的东西，它的音和它的锅是相似的。相似的意思呢，比如说米啊，它就会，比如说水稻啊，大米的种子就只会长啊，大米不会长啊，黄豆啊不会长其他的这个粮食。哎，これは。 まず一つ目は、私の身の周りの植物を見ればわかります。この花でもいいですし、私たちが食べている食料でも、あるいは野菜でも、そして食べられないものでもそうですが、こうしたものの因と、因が原因と結果は似ているものです。似ているというのは、例えばお米というものを再び田んぼに巻くと、これは稲が育ち、そして再び米が育つのです。大豆が育ったり、他のものができることはありません。 国 uh, 中国国ですから、昔の人、uh, これは中国の古い言葉ですが、売りを植えれば売りを得て、豆を植えれば豆を得るという言葉があるのです。万、uh, 万事万物都是这样子世の中のすべてのこと、すべてのものがそうなのです。Uh, 生命也是这样子，会比如说人啊，就会啊出生；人类啊不会出生动物。命もそうです。例えば、人は人を生みます。動物を産むことはありません。然后像猪的儿子一定会是猪啊，然后狗的儿子一定会是狗。そして、豚は豚を生み、犬は犬を産むのです。这叫做自然的规律。 これは自然弄法則所以我们有生命的，没有生命的，有情感的，没有情感的，所有都是这样子。ですから、命のあるものとないもの、感情のあるものとないもの、てがそうなのです。所以、啊、我们比如说无因无缘，就是就杀掉了一个无辜的生命，让他产生了这么大的痛苦啊。 然后我们认为这个不需要付出任何的责任，没有任何的后果，啊，这个是完全是没有道理的。ですから、私たちは何の理由もないのに命を殺し、多大な苦しさを相手にもたらしてしまい、これに対し何の責任も負えなくてよいと考えるのは全く理屈に合わないことです。所以我们的这个山就一定会有国宝。 不但是有国宝而且是善的国宝。恶就有国宝。不但是有国宝而且是恶的国宝。所以善有善宝。恶有恶宝。失、えー、ですから、私たちが何か良い行,う行いをすれば、必ず家法があり、それは良い報いです。そして、同様に悪いことをすれば、必ず悪い報いがあるのです。这个 これは中国の昔の言葉の「売りを売れば売りを得る」「豆を売れば豆を得る」のと全く同じことを言っています。それは私たの理由去否定善因果存在ですから善悪因果の存在を否定する理由はどこにもありません。然后啊 任何一个因和果そして、先ほどは一つ目ですが、二つ目は、どの因果を取ってみても、その果が必ず因よりも大きい、あるいは多いということです。

然后呢，做了一个很小很小的山，也有很大的这个果报。啊，所以我们的这个因和过，啊，有这么小小的啊，这个一个小小的这个事情，它会导致一个很大很大的呃、啊、国宝。 ですから、この因果の関係から言って、小さなことが最終的には大きな結果となるのです。これは気象学、お天気について、気象学においてはこのような言葉があります。バタフライエフェクトという言葉です。 的热带的雨林当中有一个蝴蝶，小小的翅膀一扇动啊，会扰乱它，会影响到它的身边的这个空气。たた空然后这个蝴蝶的翅膀的扇动的影响。 然后这个空气变化越来越大，越来越大，最后就可以变成一个龙卷风。そしてそのような腸による影響が少しずつ大きくなって最終的には大きな竜巻になるのです。这个叫做蝴蝶效应。これをバタフライエフェクトと言います。所以我们今天啊，就是一个很小很小的一个举动啊，言行举止。 然后就导致啊很大的这个国宝。ですから、今日何か小行動を取っただけでも、これが大きな結果になるのです。所以我们从两个方面啊，因为万事万物啊，有情的、无情的都是啊，中国的国中国的得这样子的这个的这个啊规律。所以我们的比如说心善啊，遭罪。 以上、二つの面からお話をしました。すべての物事が感情があるものにしても、ないものにしても、それと同じようなものを見出すのです。ですから、善の行為、そして悪い行為でも同じようなことが言えます。所以佛教

ですから、私たちが善悪の因果応報を否定したとすれば、それは仏教やブッダを否定したのではなく、自然の法則を否定しているのです。これが本日の2つ目のお話、因果を固く信じなければならないということです。 这两个是人天佛教的核心。诶，ここまでの二つは人天仏教の核心です。啊，不仅仅是人天佛教，也是整个佛教的这个和这个基础。そして人天にとどまらず、仏教全体の基本でもあります。希望我们每一个佛教徒啊，就是要花一点时间。 去多学习、多研究、多思考。すべての仏教徒がこのことに時間をかけ学び研究し考えてほしいと思います。任何一个人啊，只要花一点时间啊，愿意去研究，愿意去啊思考，这样子的话，一定最终一定会得到非常好的答案。誰でも時間をかけて。 研究し、思考していけば、最終的には素晴らしい答えが得られると思います。好，第三个，好、啊，第三个这个核心的部分就叫做处理性。那么，次に三つ目の核心についてです。出理心というものです。处理性就是呃、啊、一种啊一种用佛教的话来讲啊，它就是一种发心啊，也就是我们的做事情的一个动机。 出離心というのは、仏教の言葉では発信というものの一つですが、いわゆる動機のようなものです。では、出立心とは何か出立心には二つの条件が必要です。第1条件は、私たちは、六道、轮回。 一つ目の条件は全面的に陸道・輪廻を知ることです。そして自分の人生、そして人間を深く知ることです。そして、自分の人生、そして人間を深く知ることです。 啊，也就也就也就更有这个幸福快乐。然后我们每一个人的生活当中，也有幸福和快乐，但是都是非常非常短暂的。 そうすれば、確かに、人の中には幸せや楽しさがあり、その中の人間どにも幸せや楽しさがあり、一人一人の人生にも幸せや楽しさがあるということに気がつきましたが、しかし、そのようなものはすべて非常に短いものということを発見するのです。我们啊就比如说人、 比如说人，我们大家都啊希望自己啊拥有名和利啊有有有希望有钱，希望有权利希望有名声啊这样子。但是啊再有这些东西，最终啊是要面对生老病死的痛苦。え、や崖については見えないので、ここでは人についてお話をします。 人間は誰もが名声や、そして利益を欲しがります。お金であったり、権力であったり、名誉であったり。しかし、そうしたものを手に入れたとしても、私たちは誰もが置いていき、そしていつかは死ぬのです。虽然我们的生活当中、可以有幸福、可以有快乐。但是呢、让我们不幸福的不开心的不快乐的因素、太多太多。

気分もウキウキしているとしても明日にはどうなっているのかは誰にもわかりません。しかし、普段の我々はこのようなことをあまりよく考えないため恐怖感を抱いていません。古人有一句者、無為、ああ、我知者、無知者、無知者、知者、無知 そして昔の人にこのような言葉があります。無知の者は恐れない。つまり、あまり多くのことを知らないために恐怖心を抱かないのです。像屠宰藏里面の牛、羊、雫、他们不知道下一个他要面对的是什么样的情况。所以他没有太多的恐懼。 例えば、土地区上にいる牛や羊、豚、鶏などは、次の瞬間、どういう運命を頑張っているかを知らないために、恐怖心がないのです。非常非常しかし、こうしたことを深く考えていけば、私たちも不安感に襲われるでしょう。 要深深的了解到这一点啊，深深的了解到这一点，这个是我们的出理心的第一个条件。このことを深く知らなければならない。これが出力心に必要な一つ目の条件です。但是我们人是什么样子？我们比如说，我们今天受到了非常严重的打击，非常的失败，啊。但是我们总是希望我明天啊会成功的。 明天会出现奇迹的，总是这么希望往前走。しかし人間はどうでしょうか。例えば今日大きな失敗をしてショックだった。しかしそれでも明日は成功するあるいは奇跡が起きるかもしれないと期待するのが人間です。但是我们百分之九十的人的生命当中没有出现什么奇迹、啊、就人生有个短暂的人生就这么。 しかし90%の人の命には奇跡が起きません。この短い人生をただ期待の中で過ごしていたのです。な、プリオチ、プチドウデシシシチことを知らなければ、まだよいかもしれませんが、これを一旦知れば、不安感に悩まされることでしょう。あ 这是啊，要了解啊，全面的去了解这些事情啊，这是第一个。我们对这个轮回啊，我们对这个轮回的恐惧啊，恐惧。那么，这个是第一个条件。これが一つ目の条件。全面的に輪廻を知る、そして輪廻に恐怖を抱くというものです。然后第二个条件是什么呢？我们。 啊，知道了这个轮回，就是有这么多的不快乐的因素，然后有这么多的不开心的事情。知道这一点还没有用。那么，二つ目は何でしょうか。にはこのような不幸なものがあるということを知るだけではまだ意味がありません。所以我们要下定决心，从这个轮回当中走出来啊，摆脱轮回的所有的这个痛苦。

これには決心が必要です。何としても輪廻から離れる。でなければ不安感から解放されることはありません。そうした決心が必要です那么離れるためにはどうすればいいのかと言いますと、さらなる勉強、学びが必要ですが、今日は時間が足りないので、これ以上はお話ししません。 呃，这个决心啊、呃，就叫做出离心。那我们学佛的啊、呃，这个动机呃，应该是这个出离心。然后、这个，这个这个动机是小乘佛教的核心的部分。 この動機は、少女仏教の核心です。有心啊私たちがどのように出離心を持てばよいのか、これには一連の体系的な修行の方法があります。在藩藩佛教里面、啊这个方法就叫做四加心。 えー、チベット仏教において、えー、この修行の方法を四家、えー、行と言います、えー、これらの四家行というものは中国仏教日本仏教例えば、えー、例えば華厳教においてもこのような内容があります 但是在藏传佛教里面呢，就把这个《华严经》和其他佛教里面讲的这个内容，就把它就规范化，最后就是变成了一个非常方便的一个修心的这个次第。しかし、チベット仏教では、このように仏典の中のものを非常に簡単なものにし、これを修行の順序のようなものにしました。呃咳咳 修了这个这些方法叫私家性，有四个不同的内容。然后我们把这个四个不同的内容学习了、修了以后呢，啊，每一个人都会有这个处理心。诶，この四加行というのは四つの異なる内容からなっていますが、呃、これをすべて修行すれば、誰もが出离心を持つことができます。如果我们没有出离心的话，那我们比如说烧香拜佛、打坐，然后做任何善事。 都会都为了现实啊，都为了我们的现实生活啊，不会考虑更更长远啊，不会考虑这个解脱，所以呃，做任何善事都不会有太大的意义。 もし出立心がなければ、私たちがお先行をあげたり、そして仏様に備え物をしたり、どのような良い行いをしても、それは全て現世のためであって、長い目線,目線がないために下脱をすることはできません。教修 也应该有这个日文的，呃，希望大家去了解。え、地ト仏教の出離心を養うこの方法には、中国語のもの、英語のテキスト、そして日本語のテキストもあるかと思います。ぜひ皆様も読んでほしいと思います。这个我们作为一个佛教徒啊，不管是学净土宗的，不管是学这个禅宗的，啊，学密宗的，学什么样的宗的？ 凡是学佛的人，想解脱的人，一定要修的，就是一定就不能，呃、啊，不能没有的一个基础。呃，これは仏教徒であれば、浄土宗にしても禅宗にしても,しても密教にしても解脱を求めるのならば学ばなければならない基礎です。好、啊，然后呢？第四个，第四个就叫做出这个菩提心。

慈悲心一つ目の条件はすべての人、すべての命、すべての主張に対して慈悲心を持つということです。何が自悲心とは何か、慈と慈っというのはちょっと違います。首先、啊慈費心と自費心とは何か、自費心とは何か、自費心とは何か。 我们啊，对所有的呃生命啊，对全世界所有的人，对天下所有的，除了人以外，还有动物啊，包括动物所有的生命啊，我们发自内心的希望他们拥有幸福、快乐啊，这种心愿叫做慈啊，这叫做慈。 では、慈悲心の中の慈っていうのはどういうことかと言いますと、一切の命、世の中に存在する人間以外のものも、一切の主張が幸せであるように、私たちが心の中で本当に願うことです。这个是部分 啊，不、呃、分这个人中、啊、呃，不分肤色，然后就是不分信仰啊、呃，对所有的生命平等的啊、呃，希望他们拥有幸福快乐啊、呃，这个叫做佛教的呃这个词この字っていうのは一切の生き物、一切の生きとし生きるもの、すべてのもの、そして人間も。 一切の国籍、一切の人種、肌の色の違いも超えて、みんな平等に全ての人々が幸せ、その人々が幸せである、全ての生き物が幸せでありますようにと願う心が、自っていう、自っていう心です。然后北、啊北、是什么呢心和北心啊。北心是什么呢我们 就是同样的，希望所有的生命啊，所有的生命，也就是刚才讲的，不关啊，不分信仰啊，不分人种，不分这个国界，把所有的界限打破了以后，全生命啊，全人类，全生命，希望他们啊，也就是我们发自内心的希望他们远离啊所有的痛苦啊，远离所有的痛苦。啊 这种心源啊就叫做、心。そして、非っていう心ですが、同じように、すべての命、信仰にかかわらず、人種にかかわらず、国籍にかかわらず、腹の犬にかかわらず、すべての命、すべての人類が、一切の苦痛、苦しみから離れられるよう願う心が、非っていう心です。簡単で言うあ。 发自内心的想希望，发自内心的希望天下所有的生命啊离苦啊，这个叫做慈，这个悲啊，希望所有的生命得乐啊这个叫做慈离苦得乐啊，这就是慈和悲的意思。簡単に言いますと、一切の生き物が、一切の命が。 苦から離れ、この苦から跳ねるところが、火の心です。そして、一切の苦から離れて、楽、幸せを得られるように、と願うのが、自の心です。然后我们发现、啊每个人、啊人生啊、这么的短暂然后这么短,短的、人生当中は、大家要承受这么多的压力、这么多的、 心情不愉快，身体不健康，啊、呃，还有就是要面对这么多的不顺心的事情，这样子啊、呃，发现这些事情的时候呢，然后我们深深的感到啊、呃，希望他们拥有更好的这个幸福，希望他们远离所有所有的呃这个痛苦，这种慈悲心自然而然就会升起的。 そして私たちが観察すれば人生は短いものであります。そして私たちの人生の中を置いてもいろんな人が仕事のストレスやいろんな苦しみを味わっています。そのように観察し覚えたときにこの人生は苦っていうことを知り、そして一切の主張がこのような苦しみから離れられるよう、そういうふうなふうに心から願うことがこの慈悲の心です。 呃，然后我们啊、呃，就是在任何一个地方，比如说我们在一个大城市的，在任何一个十字路口，在任何一个角度去看上去啊、呃，那么每一个人看起来啊、呃，每一个人都是很健康的、很光明的啊、呃，这样子。但是呢，实际上啊、呃，如果我们把每一个人啊，在、呃、往后退二十年或者是。 三十年啊、呃，这样子去考虑。比如说，我们把一个人现在是二十岁的时候啊，看起来一切都非常好啊、呃。那么，我们把这个人就放在七十岁的时候、八十岁的时候，然后再去思考一下，那么他根本就不会是像今天这样子。 例えば、まあ、いろんな、いろ、いかなるところにいても、あの、例えば交差点で立っていても、今は健康そうに光で溢れている若い、まあ、20代の方を見て、あの、幸せそうだなと思っても、もし、ちょっと、あの、思い返してあ、思い直してみると、この人が、もし70歳、80歳になった時に、同じように、あの、こういうふうに、あの、こういう状態でいるかどうか、簡単に想像できると思います。 然后发现啊，每这么多的人，每一个人都是活得啊那么茫然，啊，然后就是活得那么累啊，那么这样子以后呢，呃、啊，就会产生这个很容易的产生啊这个慈悲心。そしていかなる人も自分の人生の中で迷いながら苦しんでということについて発見できるでしょう。そしてこの慈悲心を。 あの発見することができあの、養うことができるのです。そしてチベット密教では、あのこのように慈悲心を起こすような修行法があります。それが死無良心です。 あの4つの無量なる心っていうふうに書けますそしてこの「四無量心」っていうあの修行法ですが中国仏教でも日本仏教の中にもありますそしてあのこれについての修行法もみんなそれぞれあります 然后通过这个修法啊，去修心大作的时候，然后我们最后就会有这个慈悲心。那么这个就是菩提心的一部分，第一个条件。そしてこの師母両親の修行法を通して、えっと座禅したり修行したりすると、この慈悲の心をあの収めることができます。好，这个时候我们啊，就是兼啊。 下定决心啊！我要让他们离苦得了啊！我仅仅是心里希望他们离苦得了没有用啊！我要去让每一个人都离苦得了啊！我要让天下所有的众生离苦得了啊！我要去做这件事情啊，就会有一个决心啊。跟前面呢，我们讲的这是一个心愿而已啊，希望他们怎么怎么怎么样。现在这个希望。 就变成了一个决心啊！那现在不仅仅是希望，我要去做啊！我要让所有的人，我要让所有的生命离苦得乐啊！就是因为有这个慈悲心以后呢，他自然就会有这种决心。そして先ほどの四無量心などの修行を通して慈悲心を養うことができるようになれば、今度この先ほどの慈悲心が大きな決心となって。 どういう決心かと言いますと、一切の主情家を、えっ、ー、と、苦しみから下脱させたいという、自ら、あの、私たちが修行して、一切の主情を苦から離れさ,させたいという大きな決心につ,決心につながります。これが二番目の菩提心に必要な条件です。この決心があったときに、

そして、私たち自分でさえもまだ、苦を離れたり、自分で幸せにはなってないのに、どうやったら一切の主張に、そのように、苦から離れて幸せになってもらうことができるんだろう、と考えたときに、私たちは大きな無力感に襲われます。但是这个时候、あ、我们、还不会放弃的、あ、会、进一步的去思考、有没有什么办法、あ、这个能做到。 しかしながら私たちはそこでは諦めません。まだできることはないだろうかと考えます。そして、ある方法を見つ,ける見つけ、発見しました。ある方法とは何か、それはまず自分が仏の境地に至ることです。 这个时候，我们会下定决心，我一定要成佛，为了一切众生的离苦得乐，我要成佛。そしてこの時に決心するのです。私は一切ののために、一切のがから離れるために、自分は修行して仏の境地に行くんだ。这是菩提心的第二个条件，这样子，这两个加在一起，这就叫做菩提心。 でこれが菩提心の2番目の条件になります先ほど申し上げた1番目と2番目で菩提心の必要な条件になりますこの菩提心が先ほど申し上げた大乗仏教の革新的な部分になります有了这个菩提心以後呢我們無論是念佛啊修禅定 啊，然后呢，做任何事情啊，做任何的善事，都成为大乘佛教的法啊，都叫做大乘佛法。そしてこの菩提心を持ってすれば、念仏も座禅もいかなる良いこと良い行いをした時でさえもそれは大乗の仏法になるのです。从此以后，我们就是真正的走上了这个菩提道啊，大乘佛法。 啊，进入了大乘佛门。そしてそこから大乗の仏教の門に入るのです。啊，这个也有这个菩提心的修法啊。藏传佛教里面这个菩提心的修法非常非常非常的多。那么这个修法呢，就叫做无加心啊。有无加心，有五个不同的修法，其中一个非常关键的就是这个菩提心的修法。 そして、この菩提神の修行法もチ、チベットごチベット仏教では多くありますが、あの、ごご形業と言い,いまして、ご経業の修行の中でも、特に菩提神の修行はとても重要です。呃、这是第四个、然后最後一个、第五个、呃、就是、呃、最、最、最搞的、呃、这个境界、也叫做真、真悟空心 そして先ほど申し上げた菩提氏が4番目にお話した,した,こしたいことです,ですが5番目に、5番目は空所について、最も高い境地である空所についてお話ししたいと思います。そして空所を誘うためには体系的に学ばなければいけません。 禅宗啊，禅宗讲明心见性。前週では妙心見性って言います。然后明心见性的意思就是说，啊、彻底的了解了啊自己的这个我们的内心的实境。そしてこの妙心見性との意味とは何かと言いますと。

呃，更加的混乱啊，最后就不知道到底什么叫做空心，所以我们暂时呃先啊不需要去了解，先去做我们刚才讲讲的前面的四个是最重要。そしてこの空所についてこの短い間で説明しようとすると、それは体系的に学んだことない人にとっては。 さらなる混乱を生じさせることになってしまうので、ここでは詳しくは申し上げませんが、今私たちの,あの初心者の人たち、初心者は前申し上げた4つのことについて修行した方、あ修行すればいいと思います。真無空,空、空性を悟るということは、

革新的なお話、部分ですけれども、これは仏教のエッセンスになります。なので、仏法について学びたい人は、この5つのことについて学ばなければいけません。的这个道理 そして、この5つのどれもですね、論理的な部分とそ実践的な部分あの両方含まれています。これらの論理的な部分については学ばなければいけません。そして、学ぶだけではなく、

そして今日お話ししました5つのことはそれぞれ、あの、その背後にはまたさらなる奥深い論理や実践が備わっています。なので、さらなるチャンス、あの、機会で私たちはそれを学ばなければいけません。我们比如说啊 作为一个世俗的人来说，啊、呃，物质对我们很重要，然后我们的社会的地位也很重要，啊、呃，这些都对我们来说是很重要的。例世俗的物的社会的地位両方大事啊，学习和修心啊，我们刚才讲的这个学习佛法。 しかしながら、仏法を学ぶこと、修行することはこれらよりももっと大事なのです。它的重要性 <laughs> まだ私たちにはその,大事あの重要さを理解できてないのかもしれませんが。 今私たちが大事だと思っているものです。あの、世俗的なものについて、私たちは大事だと思っているかもしれませんが、でも、ある日になれば、あの、それらは大してそんなに大事ではなかったと気づく日がやってくると思います。メイコ・ピンコ公式の 乔布斯啊，他曾经说过一句话，在在他的自传里面。美国の Apple 社的乔布氏自伝の中でこういう言葉を残しています。Steve Jobs。啊，然后他说啊，就是当他生病的时候，就躺在这个病床上的时候啊，然后就。 そして彼は病気になった時にこう言いました。病気の時は全ての世界が色を失ってしまった。今まで大事だと思ったものはあの全て無意義なものになったと。 在我们的生活和工作当中，就是觉得非常啊重要的，或者非常了不起的，我们认为是非常了不起的这些东西，在死亡的面前，呃，就根本就不是不是什么事情。私たちが今生活のことであるいは仕事のことで大事だと思っていることは、ある日私たちが死の間際になった時はその重要さは大したことはないなかったと気づくのです。 ョジョブスのようにあの、そんなように成功した人でさえもこのような結果になってしまうのです。そして私たちにもそのような日がやってくるのです。 なので私たちは命のことを大事にしなければいけません。今,今日はここまでにします。まだ少しばかり時間がありますが、ちょっと質問の時間にしたいと思います。皆さん、どうぞ問題を第一个。最初の質問です。 想请教上师，对治内心的烦恼需要强大的内心来断除烦恼，可是充满烦恼的内心又不够强大，很难对治烦恼。心力强大与断除烦恼两者互为因果，这个矛盾如何解决呢？诶，红呀，诶，雅库瓦，悩みを持つには強い心が強いですが、しかし悩んでいる心は強くありません。 心の強さと悩みを断つこと、この両者が互いに原因と結果になっているようですが、こうした矛盾をどう解決すればよいのでしょうか。えー、これは非常に、えー、素晴らしい質問です、そして大事な質問でもあります。当我们的呃内

そのような状況で直接この悩みをたとうとするのはおそらく成功できないでしょうですから普段から鍛錬をし座禅をすることが大事です長期大作这样子以后呢我,们的这个啊会我们的心就会变得越来越,来越強大

私たちのような人たち、人にとって、例えば会社勤めであれば、一日に1時間あるいは40分でも座禅をすれば効果はあると思います。あ一日に40分から1時間というのはさほど難しいものではありません。 例えば、30分間早起きをして座禅をする。そして夜さらに20分だけ座禅をする。そうすれば効果があります。希望我们每一个人的这个每一天啊当中、就这么有一个短短的时间是大座的啊、啊间、啊、这样子的话我们会有这个效果。 できれば誰もが一日のうちに短い時間でもいいですから座禅をする時間を残していけばこのような効き目があるでしょう上司の第の問は、私は学法修行。 学佛修行，但是我有病，又很容易累，没有办法就是这样好几天的来参加讲座，或者是说每天呃做一个小时的前行。那我是尽量做，那如果我不每天做前行也可以吗？啊。 仏法を学んだり修行したいと思っていますが、病気もあり疲れやすく、何日も講座に通ったり、毎日1時間も全業、あの、企業を続けることができません。できる範囲でしていますが、全業を毎日しなくてもいいですか 过过几天以后呢，我们可以把我们今天讲的这些这些这些内容啊，网上都可以可以听。然后有些时候呢，我们啊也有直播啊，我们在这里讲的时候呢，每一个人就通过自己的电脑在家里听啊，也可以的。 はいえっと、できる範囲でやるのは大丈夫です。で私たちの講座もあの、まあ、インターネットでライブ放し配信されていますがあの、もしそのライブを見ることができなくても、あの数日すればアップされますので、それを見てあの学ぶこともできます。另外一个修心 で修行についてもですがあの毎日できなくても大丈夫です、えっと、体の体調が悪い時は休んで、えっと、調子が良くなればまたあのすればいいと思います 然后我的想法就是说，如果我真是到了比如八十岁病殃殃的时候，对吧？我觉得我是一定会看开。为什么？因为都临死了，对吧？就是说，这个不看开也得看开。所以我是感觉就是说，我现在不是，我现在当然看不开，对吧？但是我看不开，并不是,只是因为说我不知道一切终将是空，而是说因为我现在还有这个享受这些快乐的条件，对吧？我这个身体还算是硬朗，对吧？其实是因为这些条件，对吧？所以就所以说了看不开。因为这个大师对这个有什么想法？你会？ 自分 <laughs> が,がそのが得れないっていうのもう結構長い間思考してきたんですけどそれにある人自分がすごくう重篤な状態になったらもう本当にもうそれをもうてはいずれ無に返すっていうふうには。 別には,、まあ、里はもう開かざるをないというかそういうふうにはなるかと思うんですけどでもやはり今こんなにその若き、まあ、自分としてはやはりそういういろんな快楽を共、まあ、受するなんていうかその前提がその揃っているのでやはりどうしてもその、まあ、快楽の方をまと、あ、めちゃうとうかその方に走しちゃうという方がどうしてもまああるということで,でやはりで、ね、そ,のその意見をお伺いしたいと思います。うんなっ 现在开始了啊！这个回答，嗯嗯,嗯,嗯,嗯那你的车你会不会买保险？ではお聞きしますが、車を持っているとして保険に加入しますか？嗯、普通は加入します。对，要买。要买。要买啊、但是你的车现在没有出任何问题啊

買是吧かかる前にかかる前に入ります。人 <laughs> その通りです。病気になってから保険に入ろうとしても、相手にされません。<laughs> ですから、おらですから。 今、あなたのお体は健康で、何かいろいろなことを楽しむことができますが、早めに準備をすることが大事です。

相守这完全是没问题了，但是呢，你的车一定要买保险的。诶，例えば、非常高級な車を買ったとします。そうような車を買って、そしていろ楽しむのも問題ないでしょう。しかしそれにも必ず保険をかけなければなりません。所以你现在，比如说你有这个条件啊，你完全可以相守这个生活啊，因为这个是你前世自己的福报所。 积累的，你有权利，呃，就享受这个生活当中的任何一个幸福快乐都没问题。但是呢，你一定要为未来考虑。 ですから、今あなたにはそのような条件が整っていれば、生活を楽しむことは何の問題もありません。それはあなたの前世の良き行いによって、現世でこのような報いがあったためです。しかし、あなたは来世のために早めに準備をしなければならないのです。

ですからあなたの問題は非常に素晴らしい問題で代表的なものでもあります多くの方は仏教は生活を楽しんではいけないと言っているように誤解しており生活にさまざまな制限をかけてそのように思い込んでいますがそうではないのです 不争当的手段得来的话，那么这些都是你，这就说明你自己有福报啊。那么这个不是无因无缘的，是你自己修来的，是你自己的辛辛苦苦的结果。所以你完全是可以相守的。佛教不会让你说啊，一不会叫你一定要放下，一定要离开，不会这样子。 ですから、例えば、今あなたに一定の社会的な地位があり、あるいは名声とお金があり、そしてそれらが全て正しい手段によって得られたものならば、それはあなたがこのような良い報いを受けているから,からであって、そしてそれは今までの修行の結果のためであって、こうしたものを楽しむのは何の問題もありません。このよう佛教を教授に行きまし第一は、私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 は、 是你怎么得来的啊？然后呢，你一定要给自己想办法，希望啊，一定要想办法长远的啊，能够享受、能够幸福、能够快乐。这是一个另外一个你自己啊，享受幸福快乐的同时，你就别忘了其他人，你一定要懂得分享啊。佛教只告诉你这两句话。 えー、そして、えー、ここで仏教が教えてくれるのは二つのことです一つ目は今のような楽しい生活を忘れないこれがどのように来たのかを忘れないことそして何とかして長く楽しめるようにすることそして二つ目は自分だけではな,ではなく他の人のことも考え他の人にこの楽しさを分け与えることです 大変素晴らしい質問ですのでさらに一言お答えしたいと思います。啊其实不是仏教を学ぶとといいいううのははすするる思い込んんでで人がいますがままそうではありせ あなたの外見、あるいは暮らしは非常に近代的なものであっても構いませんし、物質的に豊かであったり、あるいは流行を追いかけても問題ありません。過一個這樣子的 このような生活、近代的なもの、流行のもの,の、流行な生活を送っていると同時に、あなたは非常に経験な仏教とであることもできるのです、この両者は矛盾しません。答えは以上です。 上师，有人问说啊，请问您对佛系怎么看？您觉得这个流行趋势是好还是坏？这个是那个现在一个网络流行用语，叫佛系。比方说，就是说，叫佛系青年、佛系男子、佛系女子，就是说，指的是这种看，呃，看破红尘，按自己的生活方式生活的这样一种生活状态吧。诶、呃，dadurch, 国語英文的驴哥哥的，你看我這首對吧？嘛，呃 <ivil ization, S 1>，對嘛，不不單是對吧？ 仏陀と男子をかけて仏子、仏子と書いてこれを仏子と呼ぶこういう、まあ、いわゆるこのに、えー、少し前にあった草食系肉食系という同じような流れを組んでいる言葉なんですがでこのような、えーまあ、仏教のよう,ようなライフスタイルを送るというようなことですね仏魂如果是这样子理解的话比如说仏魂青年 啊，或者是佛系某某某，呃，这个比如说各行各业都应可以有，应该是可以有的啊。那么这样子的话，比如说正常的学佛，正常的学佛，没有走极端的路，这样子的话，那佛系青年、佛系的商人，啊、呃，比如说很多人就叫做佛商啊，佛商，啊，呃，比如说这个中国大陆广东有佛商协会啊，都是佛教徒的老板。 啊，叫做这个佛商啊，这些都是非常好的，啊，但是如果走了极端啊，把学佛学得没有很好的话，那么比如说一个套避的方式啊，或者是走一个某一个极端的路这样子的话，那就这个也就不一定是很好。所以呢，我们要跟这个佛系要定一个标准，然后再说啊，这个对和不对。所以目前。 呃，现在还不太，这这是一个新的这个词语啊，新的这些词词语呢，都是不太成熟的词，所以，比如说我们的很多的词典里面都不会不会纳入的，所以这个，呃，有了这个定义以后呢，我们才可以讲啊，还有没有一个标准？然后，然后我们想好了以后，研究好了以后再回答。 あのまああの、まあ、こういうようなあの、まあ、仏男子とかあの仏女子っていうような、まあ、ちょっと流行りっていうふうに、まあ、理解すれば普通にまあ修行することあの、まあ、極端な道を歩まなければ、まあ、いいと思うんですがただしこの,あの仏系とかこう仏男子っていう言葉っていうのはまだ新しい言葉で、えっと、成熟していないのでまだ定義もよくわからないのであのまだ定義も定まってないような言葉についてちょっとここで述べるのもちょっとあの。 まあど,うどういう基準で述べていいかわからないので、まあ、ここはこ,こういう理解であのとどめておきたいと思います。可以可以可以 该立的时候立，离该借的时候都借，都没关系。啊啊都啊，啊都啊不影响，不影响，不影响。<laughs> 啊，孩子，孩子影不影响这个要独立单独考虑，要单独考虑是结不结婚呢，离不离婚呢？可能是有很多很多的其他的原因呢。如果无影无缘，肯定也不会离婚离婚了。 如果是从佛教的角度来讲，比如说你是不是从光是从离婚的角度来讲，佛教允不允许离婚呢？允许离婚啊，然后它会不会导致什么其他的呢？也许对孩子导致不好的影响，也许不太好。那么这个是是另外一回事。 えっと、あ、日本語訳します。すいません。えっと、あの、日本ボディ学会で1年ぐらい学んだものですけれども、あの、修行していて離婚してもいいでしょうか。で、それに対して、あの、あの、えっと、憲法のお答えですけれども、もちろん大丈夫です。まあ、あの、好きなときに結婚して、好きなときに離婚すればいいということで、で、それについて、あの、さらなる質問があって、それは、あの、因果に影響しないでしょうかっていうことだったんですが、その答えも、あの、まあ、結婚次第、あの、 結婚も離婚も縁があってのことなのでそれはいろんな原因から来るので別に仏教は離婚は許すっていうこと許す立場でしかしながら子供の問題は考慮しなきゃいけないんですけど子供の問題っていうのはまた別の問題で結婚も離婚も別に仏法の仏教の中ではそれは許すも許さないのそれは縁によってっていうことになります。私は 我觉得像佛教徒修每一个宗派佛教徒好像都有自己的一个误区，就比如说像我之前念佛的时候，我就觉得很多念佛人他们可能会有一个误区，就是说，呃，他们觉得只要念佛就好了，可以什么都不用做。然后修禅宗的人，他们很容易掉掉了一个空间，就觉得我觉得什么都没有，然后我就可以什么都不用做了。然后可是像有一些文思的人，他们就会觉得我教文字就好了，然后我修行就好像就没有很那个，甚至他可能因为文字文字的比较多，他就会很容易做到。 就是说，呃，去执着一些非常非常细小的东西，然后对于自己比较执着的方面，比较粗大的一些想法，他反反而就是没有去注意到。那我想就是,是针对于这些误区，呢，想上升就是怎样开始一下，对我们，尤其是那些比较文。 では、えーえー、ご質問します。今までこの仏教を学んできて、様々な宗派にはそれぞれの誤解があると思いました。えー、まず、えー、念仏派では念仏をするだけでよいと考え、他は何もしません。また、全宗を治める方の中には、全宗というのは全てが空であるわけですから、えー、何もしなくてもよいと考えている,る方がいらっしゃいます。また、問、え、詞、ーえー、つまり聞くことと思うこと、問詞だけを、 日本史を重視する方々たちの中には、あまり多くのことを聞き、そして細かく思考しているがゆえに、細かい問題だけに執着し、大きなことに逆に着眼したくなっている方がいらっしゃいます。特に、この最後の文史について、こうした誤解に対しては、どのような解決方法があるのでしょうか。あ 净土中会告诉你，只要念佛，其他什么都不要。如果你念佛真的是念得好的话，确实是不需要什么，就念佛往生西方极乐世界啊。但是念佛念好，好好的念，好好是什么意思？这好好里面还有什么？念好佛啊，当然不是嘴巴念，才是念好佛。那么他讲的这些条件都具备的话，那么念佛完全就可以了，就除了念佛以外，不需要别的。 まずこの3つのことは互いに矛盾していないと思います、例えば浄土宗は念仏だけをすればよいと言っていますが、それはよく念仏をする、あるいはしっかりと念仏をしなければなりません、しかし、このよくあるいはしっかりというのはどういう意味なのでしょうか、このことを理解し、そして本当にその境地に至ることができれば、確かに念仏だけで他に何もしなくて良いのです。然后禅宗 そして禅宗は何も存在しないということを説きますもしそ,その人の修行が本当にこの境地に立っているならば彼がそういうのは正しいのです本当に何も存在しません何もしなくてよいのです 呃，然后文思的人呢，就说要文思，那么这个不矛盾，这两个都需要文思啊，念佛也需要文思啊，去文思去学习怎么样去念佛，然后禅宗也要文思啊，文思去学习呃，怎么样去打坐，怎么样去禅修哦，这三个是不矛盾的。好，最后一个问题。 そして最後の問詞をするのもこれは矛盾するものではありません念仏をする人もどうやって念仏をするのかを聞き学ぶ必要がありますしそして禅宗の方でもどのように座禅をすればよいのか学ぶ必要があるので矛盾するものではありませんあ上司に好きに好、えー、請に教您就是佛教我们不执着于任何事情 比如说，我们现在执着于自己身体健康，执着于我们要爱大众、爱大家、爱所有众生，执着于开悟正果，那这也是不对的。那么这样的话，我们是不是执着于不执着了？え、ブッダは私たちに、呃、の教えは、あの何もに対しても、呃、執着しないように。例えば、私たちはあの自分の健康 はあの、執着。で、皆さんを、す、ま、べ、あ、ての宇宙の中のすべての住所に愛をして、で、悟りを執着して、それも正しくではありませんか。で、逆に問いたいんですけども、えー、これは執着 不執着になるじゃないかなと考えます。つまり,つまり執着しないことに執着しているのではないかという彼は聞いております。この2つは、この2つは、この2つは、最初の自助を行う。是不是一回始のたことは、そういう自助を行う。の回始のたことは、 该有的执着是可以有的，呃，只能放下不该有的执着啊、呃，并不是所有执着放下。然后，最好的时候呢，你的境界特别高的时候，然后就可以放下所有。 えっと、この二つは矛盾しません。えっと、最終的には、最終的には全ての執着を、あの、手放さなければいけないのですが、でも、それはもう高いレベルのところです。えっと、今私たちが、あの、執着すべきでないことは、あの、執着しなくて、例えば修行とか、あの、悟りとかを求めるっていうような執着は、あの、執着していいです。それは矛盾しません。 呃，这是一个很很重要的。我们很多人就，呃，比如说禅禅宗啊、呃，讲不执着，呃，这样子以后呢，比如说我们去念佛啊、呃，然后去做一些好事、做善事的时候呢，很多人说：“哦，不要执着，这些也是执着，不可以做。”呃，会有这种呃想法，但是不是这样子啊、呃？禅宗到达已经到达了他的境界的时候。 是不执着的，但是在这个之前呢，要执着。比如说禅宗的人啊，我要去打坐，我要去修禅，这也是执着呀。如果连这个都没有了，那就是真正的就是就是啊，就比如说没有任何的动啊，没有任何的动力啊，这样子就没办法修心了。 これはとても大事なことですが、あの、前週では執着しないというふうに、あの、言っていますが、でも、あるレベルまで行けば執着はしないのですが、しかしながらそのレベルにた、どり着くまでは、良いことを、あの、良いことを行うこととか、修行することは、あの、執着しなくてはいけないのです。その執着、その修行をして、あるレベルまで行けば、その執着しないっていうことに到達します。 最後にまた先ほどの,の仏,仏教系男子、仏教系女子のことについてちょっと補足したいと思います。まだでも、ちょっとまだ漠然としててよくわからないのですが。仏自于日本の財政。 この仏,あの仏教系男子、仏教系女子というのは、日本のある雑誌から来ています。簡単に言えば、あの人生について、ちょっとあの、まあ、属性を離れるようなあの生き方というか、そういう生き方をするような人たちのことです。 そして、何でもいい、別に何でも良いというふうにあのそういう考えのもとでやります。何にも執着をしないような生き方をします。 で何も執着しないというのは2つの側面があります。積極的なあの執着しないと消極的な執着しないという2つの面があります。如果、そういう看板を弘承すると、何がいいかと、不执着不在庫、それが不維持、不这样そ的话そ就是一种の废 そして、えー、世俗的なあの人生をもうどうでもいい、何でもいい、みたいな見方で消極的な見方を見の見て、そういう見たら見たら見たらいたら見たいうたら見たら見たら見たいうのはあまりよくありません。これは。 あの一種の悲観的なな見方方生き方になります教的これは仏教,的仏教から見,見るあの不あ執着しないというあのも,の同じものではありません。然后另外一个、啊也可以は样子理解するか、何を簡単。意思は、心臓を開放。心胸を開放。啊然后心胸开阔 呃，然后呢，就有一定的这个精简、真务啊、呃，觉得没有必要这么去斤斤计较啊、呃，都没关系啊、呃，就是一个可以包容啊、呃、很多东西啊、呃，这样子的话，这个生活的方式是一个不错的生活方式，所以我们现在还不太啊、呃、确定啊、呃，这个到时候应该这个这个词比较成熟了以后，呃，或者是网络上也许是。 呃呃，已经是已经有一个定义啊，但是呢，呃，现在网络的解释就是这样子，嗯，不太清楚。 で、またもう一つの、あまあ、積極的な方ですが、あの、例えば広い心包容力があって、あの、細かいことに気にしない、あの、本当の意味のはちょっとあの、まあ、執着しないというような、あの、そういう生き方であればいいのですが、えっと、インターネットの、あの、まあ、その説明では、まあ、こんな感じなんですけど、今、あの、まだどちらの定義の方が近いのかっていうのはよくわからないので、まあ、ここまでしかお話できません。

将经说法、听经文法，这个有非常非常非常大的功德和福报。ののこの講座を聞く、あの法、仏法を聞くっていうことに対してあの大きな苦毒があります。呃，听经闻法，我们不要把它简单的理解为一个学习。あの。

えっと、経典にも多く記載されていますが、あの、今日、説法を聞くとか、経典を聞くっていうことの功読は、あの、もうはるかに、えー、ただ、あの、お子を供えるとか、拝むとか、そういった功読に、あの、よりも、あの、大変多いものになります。 どうしてこんな大きな功徳があるかと言いますとあの説法を聞くということは私たちの知恵が増えます知恵が増えるということは下脱に近づきます下,下脱ができれば自理利他をすることができるなのであのとても大きな功徳があるのです 功德啊，就是分享给天下所有的众生，分享给大家，然后我们啊，希望以我们的这个功德和福报，能够让天下所有的众生幸福、快乐、健康，然后最后大家都能够成佛，或者是往生西方极乐世界，啊，这样子的心愿啊，发这样子的心愿，屈原，啊，这叫做回向。 そして、この大きな苦毒を持って、あの、私たちのこの大きな苦毒を持って一切の主生と分かち合い、我々の苦毒を持って一切の主生が幸せ、健康で生きていけますように、そして、あの、亡くなった後は極楽浄土へ往生できるようにと心を込めて祈るっていうことがエコーになります。今このような気持ちで皆さんでエコーをしましょう。

嗡嘛呢叭咪嗡，嗡嘛呢叭咪嗡，ーーーーーー谢谢谢谢大家，阿里嘎多赞玛。